Buenas tardes, amigos. どうも、PJLL のパハロンです。YouTube でご覧いただいている皆さん、グラシアス・アミーゴース。ポッドキャストで聞いているみんなも、グラシアス・アミーゴース。まだ、チャンネル登録してないそこのアミーゴスは、今すぐチャンネル登録して、俺とアミーゴースということで、よろしくお願いいたします。はい。まずは宣伝でございますが、このチャンネルのチャンネル登録、本当にお願いしますね。はい、僕のモチベーションになっております。はい、ほんでもって、概要欄の方を見ていただくと、Twitter アカウントもありますので、ぜひそちらの方のフォローもよろしくお願いいたします。ほんでもって、もう一つ、パハロンの家の話というですね、YouTube チャンネルがあります。まあ、こっちはね、プロレスの話ね、全然してませんけど、はい、ぜひね、こちらの方のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということでね、今日も始めていきましょうかね。ということで、まあ、プロレスの話をね、ずっとしてきておりますが、最近ですね、ノア、東京女子プロレスはね、試合やってて、まあ、そっちも見てたんですけれども、ノアの方がね、ちょっと間が空いておりまして、まあ、皆さん、ノアファンの皆さんもね、待ってらっしゃるんじゃないかなと、早くノアの試合が見たい。ノアの試合が見たい、ノアの試合が見たいっつってね待ってるんじゃないかななんて思っているんですけれども、ようやくですね、本日収録日2月7日なので、はい、あさって2月9日10日11日12日と4連戦、まあそのうち3試合ですね、後楽園3連戦はアベーマレスリユニバースレスリユニバースということで配信がありますので、まあそちらを楽しみにね待ってる方もいらっしゃるんじゃないかなと、まあ、もちろん現地観戦に行かれる方もいらっしゃるんじゃないかなというところでね、今回のこの後楽園3連戦の、まあ、ポイントというかね、見どころみたいな部分をちょっと簡単にまとめておこうかなというふうに思います。一応後楽園3連戦の対戦カードにつきましては動画でねもうすでに出しておりますので、まあ、そちらの方ご覧いただければなというふうに思っております。ちょっとねジュニアシングルですね、 GHC のジュニアシングルにおいてちょっと私の方が勘違いしていた部分がありましたので、ちょっと間違ったね案内をしてしまっているところもありますが、その辺についてはですね、大変申し訳ございませんでした。はい。ちょっとね、本当記憶力がね、どんどん低下してきているのかな、みたいなところがありますが、はい。その辺、それについては本当申し訳ないです。はい。ということで、今日もやっていきたいと思います。ということで、ノア後楽園3連戦2月9日、10日、11日とあるんですが、まあ、この3連戦はね、見どころも非常に多い3連戦というふうになっておりますので、まあ、ぜひ皆さんもね、その部分をちょっと思い出しながら見ていくと、どんどん面白くなってくるのかなというところでございます。ということで、まずはですね、シネマティックモードライブというこの3連戦位置づけになっております。まあ、配信的に言いますと、アベマの方で使われていた高画質カメラがあるんですよね。シネマティックカメラって言ってもいいんじゃないかなとは思うんですけれども、はい、アベマのね、中継とか見てらっしゃった方は、カメラの映像がなんか切り替わった時に映像の質がなんか変わったなっていう風なものを感じられた方もいらっしゃるかと思いますし、まあ、煽り VTR とかだとね、結構使われているカメラにはなってます。その、カメラで撮った素材が煽り VTR とかに使われてたりとかしてますからね。はい。で、今回は、この、高画質カメラを使った3連戦中継。高画質カメラのみでの3連戦中継ということになっていますので、まあ、一体どんなね、配信になるのかめちゃくちゃ楽しみですね。で、これに伴い、後楽園の北側の方にですね、照明を設置するみたいでございます。なので、その北側の席をね、取ってしまっている皆さんは、ちょっと移動をお願いするという形になってるみたいなんですけれども、まあ、これにより、ビッグマッチ仕様ですね。ビッグマッチ仕様の照明で、はい、試合を見ることができると。後楽園でのビッグマッチ仕様の照明と。いうところなので、配信で見るのも楽しみですね。で、現地に行かれる方は現地で楽しんで、配信でまた見ると違った風に感じるはずなので、まあ、現地に行かれる方は二度おいしいというものになっているかと思われますので、この辺期待していきたいなというところですね。はい。そして、塩崎豪のシングル3連戦ということになっております。まあ、こっち、
こちらはですね、塩崎剛選手がもう一度その GHC のベルトに挑戦するためにですね、復帰してからあまりいい結果を残せていなかったわけですけれども、そのためにシングル本当はね、これ4連戦をね、直訴して組んでくれとノアの会社の方に言ったというところから始まったものでございます。杉浦選手、丸藤選手、田中将人選手、拳王選手、この4人とシングルをやるということになっております。で、すでに杉浦選手とのシングルというのはもうやっておりまして、こちらは負けております。はい。で、動画の方でも言ったんですけれども、まあ1勝3敗2勝2敗3勝1敗4連敗一体どれになるのかという部分なんでございますが、まあ個人的には、まあ、私郷さん推しではございますが、郷さんがまたこうグググググッとね上がっていく姿をね楽しく見ていくためにはですね、全敗でも構わないのではないかと。負けた試合でもね、負ける試合の中にも郷さんが見せられるものっていうのは必ずあるはずですし、それを得てまたグググググと上がっていく塩崎郷が見たいなというふうには思っている。本当に推しなのかどうかわからないような発言をしておりますが、はい、そこはねだから楽しみにしておりますね、非常にね。まあ、もうなんていうかね、郷さん復帰していただいてですね、もう試合が見れるだけでもね、僕は嬉しいですからね、勝ち負けの前にね、はい、試合が見れるのが嬉しいっていうところもあります。逆水平チョップの音がね聞けるだけで嬉しいみたいなね部分もありますが、もう一度もちろん GHC のチャンピオンになる姿も見たい。そして I am Noah We are Noah、 これを会場で言いたいというね気持ちがありますので、はい、これはやっぱりめちゃめちゃ楽しみかなというところでございますね。はい。そして、清宮選手 VS 早田選手のシングルもこの3連戦の中に組み込まれておりますので、まあ、これも非常に楽しみかなというところでございます。まあ、前回ね清宮海斗 VS 鈴木小太郎っていうシングルがあったりとかねしてまして、まあ、この辺もちょっと語っては動画で語ってはいますが、まあ、清宮選手もなんだかんだこう GH ロードに向けてですね、こう超えなければならない相手と戦っていくみたいなことを実は裏でやってるみたいなね、はい、いう感じが僕の中にはありますので、まあ、こういったところをしっかりこう勝っていってのまたこう上がっていく、清宮海斗選手というのも見ていきたいなというところなんでね、ぜひ清宮海斗選手の活躍も楽しみなんですけれども、この早田戦でね、もしかしたら早田選手が清宮選手を食ってしまうかもしれないというところもありますので、まあ見逃せないシングルここに入ってきましたよね。これ別に全然タイトル戦でも何でもないですよ、タイトル戦でも何でもないですけど、なんかそういうストーリーが見え隠れする部分があって、それはそれでなんか非常に楽しみだなというふうにね僕は感じながら見るというところでございますね。はい。そして GHC ナショナル戦もございます。はい。こちらは 2.10 ですね、 2.10 の後楽園の方で船木正勝VS 望月正明の GHC ナショナル選手権試合も開催されますので、まあ、こちらも楽しみというところでございます。ね、拳王選手に勝ってナショナルベルトを手にした船木正勝選手、混合入りを直訴するというところですね。まあ、その後インタビューなどではこう柴田勝頼選手の名前を出したりとかねしながらね、柴田選手もこう混合に入ってくれたらいいんだけどなみたいなね、はい、そういうコメントも出たりとかしておりましたし、この船木選手の GHC ナショナルの防衛ロード、チャンピオンロード、一体どんなものになるのかというのも非常に楽しみですので、はい、船木選手がねベルトを持って何をやるのかっていうのはね非常に注目に値するものなんじゃないかなというところも含めて、この GHC ナショナル戦も楽しみでございますね。はい。そしてGHC ジュニアシングルもございます。ジュニアヘビー級選手権試合、ね、シングルのベルトをかけた、試合、こちらもございます。こちらは、原田大輔選手 VS 忠介選手と
ということになっておりますので、まあ、原田大輔選手初防衛戦ですね、早田選手からベルトを奪って忠介選手が挑戦に来たというような形になっておりますので、まあ、ここでね原田選手が防衛するのか忠介選手が防衛するのかによってはこのジュニアシングルの行方というのもだいぶこう流れがね変わってくるんじゃないかなっていうところありますんで、こう原田選手が防衛してまた次誰が来るのかとかね、忠介選手が防衛してじゃあ忠介選手のチャンピオンロードって一体どんなものになるのかとかですね、まあ、そういったものをまたこう想像しながらね、こうこのなんていうんですか3連戦が始まるのをね待つというワクワク感、これもとても大事じゃないかなというところではございますので、まあ、ぜひ皆さんも、もう本当ね、だいぶ、なんか、そんなにめちゃめちゃ間がね、空いてるわけじゃないけれども、なんかすごくもう、1週間とかね、10日空くだけで、もう1ヶ月ぐらいね、こう、間がですね、空いてしまったかのような、はい、感覚に陥ってしまうというぐらい、今のノアのね、プロレスっていうのは非常に楽しいし充実しているものがね見れるんじゃないかなというふうに思っておりますので、まあ、ぜひ皆さんね、はい、楽しんでいただければというところでございます。はい、ちょっとまあ、 個人的なねあの用事もあるので私はアフターライブとかちょっとないんですけど、はい、まあ、ぜひ皆さんね楽しんでいただければなというところでございます。まあ、できればねちょっとコロナの影響もありますが、まあ、できれば本当会場に行って見るのが一番いいんじゃないかなというふうには思っております。さっきも言った通りですけれどもシネマティックモードライブですから、ね、現地で見てまた配信で見ると違った映像で見れるというところになってますから、これは一度で二度おいしい後楽園3連戦という形になっておりますから、はい、いいですね。ね、関東の民はそういうことができるからな。まあでも興行が関東に寄りすぎてお財布的に厳しいみたいな話もよく聞くしね、なかなかねこう難しい面もあるかもしれないですけど、まあ、ご都合の面もありますからね、水曜というか平日夜とかねそういう部分も関わってきますから。だけどもまあ今のノアはですね本当行けるなら行っとけのやつだと思いますんで、はい、ぜひお時間ある方は行っていただければなというふうに思っておりますのでよろしくお願いいたしますね。シネマティックモードライブに塩崎豪のシングル3連戦の行方ね、そして清宮海斗 VS 早田の試合の行方、そして GHC ナショナル、GHC ジュニアシングル。まあ、こちらの、ね、防衛なのかと、新チャンピオン誕生なのかと、そしてその後のストーリーはというところでね、この後楽園3連戦はね、ノアではね、またね、一気にいろんなストーリーがね、動いていく可能性十分にありますので、見逃せないぜと。いうことですから皆さんぜひ、配信組の皆さんはアベマ 2.9 アベマ 2.10 2.11 がレッスルユニバースということになっておりますので、みんなまだ入ってないんだったらみんなで入ろうレッスルユニバースでございます。こちら月額900円で DDT ノア東京女子プロレス頑張れプロレス路上プロレスひらがなマッスル、先日はアメリカのインディー団体 GCW、まあ、こういうものもね見れるようになっておりますので、はい、まあ、ぜひ皆さん入ってないんだったらレッスルユニバースに入っていきましょうということでよろしくお願いいたします。はい、まあ、そんなノアの応援もねやっているパハロンのことも応援してもいいんだぜというそこのあなたはですね、概要欄の方見ていただければ分かりますが月1300円のスパチャ価格でメンバー募集やっております。はい、ほんでもってツイッターもありますのでツイッターのフォローもね、よろしくお願いしたいところですし、もう一つパハロンの家の話という別の YouTube チャンネルもあるんでぜひそっちの方のチャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録するだけなら無料だぜ。はい、ぜひお待ちしておりますということで皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。セニョスアミーゴースホーミーズクソ野郎ども、俺たちはPJLL だ。